おはろくたんです。はい、今回はですね、 MSMC の最強カスタム紹介と、レジェタイランクマッチの方、プレイ動画ですねを皆さんに見ていただけたらなと思います。はい、で今回は MSMC の、カスタム紹介ということで、はい、ガンスミスいきます。マズルに OWC ライトコンプレッサー、バレルに OWC マークスマン、ストックにストックなし、アンダーバレルにレンジャーファーグリップ、弾薬に36ラウンド拡張マガジンとなっております。はい、でマズルとバレルとアンダーバレルですね、はい、についてる、この3つが、縦の、反動をね、すごい抑えるアタッチメントとなっておりまして、その MSMC 自体すごい暴れ馬じゃないですか。縦の、反動がすごいんですけど、それをこのマズルとバレルとアンダーバレルで、すごい補ってる、めちゃくちゃもうこれ3つつけるだけですごいリコイル制御がしやすくて、誰でも簡単にね MSMC が、扱えるカスタム構成となっております。はい、でストックで、ストックなしをつけて、機動性を上げて、MSMC はね連射速度ま92と発射レートがすごい高いので36ラウンドつけて、弾数はね補っております。はい、でこちらのカスタムはですね、まあ、こちらのカスタムっていうか、まあ、MSMC 自体、その前にね弱体化入って、まあ、弱いイメージ結構あると思うんですけど、なんだろう、そんなことなくて、ぶっちゃけその射撃場でそのこのカスタムでこのダメージ検証したところ、5メートルまでだったら、上半身あと手もですね、手と上半身で25ダメージ、一発あたりの25ダメージ出るので4発キルができると。で10メートル離れて、5発キルですね、上半身で。はい、でだからまあ SMG での距離感だったら発射レートもすごい高いですし、全然強いんですよね、まだまだ MSMC なので、まあ、この後ね、こちらのカスタムを使ってレジェタイランクマッチで、無双してる動画が、まあ、見てもらったら分かるんですけど、まあ、自分はねこの MSMC といったらもうロクタンっていう、まあ、昔からのイメージがあるんですけど、まあ、久々にね MSMC 使って、いややっぱ強いなっていうね実感させられました。はい、でこの後まあプレイ動画見ていただくんですけど、その前に、チャンネル登録、動画の高評価まだの方はぜひしてくれたら嬉しいです。コメントの方もたくさんお待ちしておりますということで、どうぞ。はい、ということでレジェタイランクマ、サーチャンのデストロイの方やっていきたいと思います。はい、で最近ねなんかロクタンのそのなんだろう、普段やってる練習方法みたいな教えてくださいみたいな、来るんですけど、この試合始まる前にねこの味方とかでこうエイムを合わせてね、まあ、エイムの練習みたいなのやってます。はい、まあ、この試合始まる前とかねすごい暇なんで、こういうね空き時間とかにこういうエイム合わせみたいな、皆さんもねよろしければやってみてください。ドミネーションじゃねえや、サーチャーのデストロイ、スタンドオフですね、やっていきます。かっこいいね MSMC、 スペースステーションだっけ。さあ肉や前にグレを投げて A に行きたいね。お、味方 A 中抜いてくれてる、スナイパーの人うまいね。さあ設置、おお青ドラも抜くか、ナイス味方。さあ設置ができて足をつけるな、オッケー。もう一人は敵ですか、お、いるね、スナイパーだ、正面に立つと怖いなこれ。いやー逃げられる、やばい、一旦引くか。おーナイス味方、いやスナイパー多いな味方、ナイスナイス、敵もスナイパーだし、結構やっぱサーチだとスナイパー持ってる人多いな。センターにスモークを焚いて、今回はちょっとね攻め方を変えていきたい。エラロジ来ないかな、お強化一回に足音、いやーちょっとタイミング合わないか、うんやりきれない、うろちょろしてるな庭のところ。やれるか、
で見ちゃおう。一旦引く。リロードよりも先に引く。引いてからリロード。オーケー。グナイト。お、いる。待ってさっきリロードできてなかった。あるある。リロードキャンセルした時のあるある。オーケー。もう一枚いっちゃうか。これペイント入れてからのオーケー。いや強くない？ MSMC 強いよね。全然強いよね。全然強いよね。でマジでね、リコイル制御はしやすい、このカスタム。もう誰でもね、簡単に扱えると思う。やっぱ MSMC 好きな人ね、昔から多いと思うけど、いやーやっぱ MSMC だなって感じだよね。裏路地いるな。ちょっと木炊いて、どういう風に攻めようかな。中庭まで行けそう。雪山いるね。これナイス味方。青ドラ、青空にいるね。あー結構いるな。何枚か、2枚ぐらいいそう。いやーこれ詰めれないな。やばい、逃げない。あー逃げれないか。頑張れ味方。フェネック使ってるね。あー惜しい。あと一発ぐらいじゃないか。ナイス味方。いやースナイパー上手い人尊敬するな。やっぱスナイパーだけはどうしてもなんかうまくならないというか、そんなに使いこなせないんですよね、上手い人と比べちゃうと。ラロジ来ないかな。いやいるな敵。これやりたいな。OK。いや、時計早っ。もう一枚。やりたい、これ。いやー。詰めては来なさそう。これ味方と挟める。OK。ナイス、味方。いい連携。もう一枚は、OK。ナイス、味方。いいね。強い、強い。MSMC 強いですよ、皆さん。そう、なんか、結構こう、武器紹介とかしてると、なんか武器じゃなくて、ロクタンが強いみたいなコメントよく見るんですけど、いや、本当に武器が強いですよ、これは。これはっていうか、まあ、どの武器もそうなんですけど、まあ、逆に弱かったらそんな紹介しないからね。本当になんか強いなって思ったのだけ自分は紹介するので。スモークアウト。裏路地いるな。オッケー。スナイパーで教会いるね。教会先やりたい。2階か。オッケー。やばい。I'm hurt. ここ、あーくっそ。The mission is everything. さすがに厳しかったか。いやー時間的に厳しいかな。ナイス。もう一枚センター、戦車の上。頑張れ。うまい。ナイス。あー時間間に合わないか。どんまいどんまい。相手がよくやったっつってる。いやー惜しかった今の。あと1秒2秒ぐらい早ければ解除できたね。これちょっと暖房にも耐えて、ここ上がりたいね。いや、いるな、戦車上。いや、砂が怖え。味方曲がってるか、これ行っちゃうか。後ろ。オッケー。いや、この距離はさすがにきついか。いやーこれどうしよう。
足の方から、あーガソスタにいるね。足音がある。ガソスタやってからだなこれ。オッケー、スナイパーゲッチュ。どこにいるのかな。どうぞ。いるね。いや当たってない今の。いやーこれ危ないな。もうリロードしといて。どこにいるかな。いやーボムラか。いやー逃がした。もう一枚。いやダンボの、ダンボやるか先。お当たった、ラッキー。オッケー。もう一枚はセンターか。顔出せ。オッケー。ジージー。うまあざす。はい、ということでいかがだったでしょうか MSMC。 いや十分強いのね、伝わったと思う。やっぱ近距離とかでの時はやっぱ MSMC やっぱ強いね。発射レートもすごい高いし、でこのカスタムはすごい反動がすごい抑えやすいから、リコイル制御もマジでしやすいのでね、ぜひ、みんなにはねこのカスタム使ってほしいです。はい、今回のね、こちらの動画が参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、動画の高評価してくれたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ロクタンタン SMG の名手ロクタンタン。